皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、友のご視聴ありがとうございます。先日の動画で、修理がちょっと中途半端になってたナショナルの、テープレコーダー RQ-225 だったんですけれども、まあ、結論から言いますと治りました。はい、ということで、何がダメだったかというと、やっぱりこのボリュームですね。ボリュームのこのこれがやっぱりものすごいガリが出てて、前回の動画ではまあこの、ボリュームのこの隙間から設定負荷材をこう吹きつけてやったんですけど、まあそれが多分全然奥の方まで届いてなくて、効き目が悪かったのかなと思って、一応この中を分解した時にこのボリュームのここのところも外しちゃって、もうその軸のところに直接こう接点復活剤をこう吹きつけてみて、でこうグリグリとやった後でテストしたら、一応音は出るようになったんですね。ただ、ボリューム的に1とか2とかまでしか音が出なくて、それ以上にこう音を上げちゃうとまたこうバリ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 っていう光が出てたんですけど、ただしばらくこうグリグリっていじってたら、この音を大きくしてもこの一番大きいところで10ですけど、10とかにしてもちゃんと音が出るようになったんですね。でまあこれ治ったかなと思って、一晩置いといたらまた1とか2じゃないと音が出なくて、それ以上上げちゃうとこうバリ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 っていう音が出てたんで、まあこれはボリュームのガリだけが原因じゃないだろうと思って、まあそのボリュームの可変抵抗がついているところの基板の裏のハンダ付けですね。ハンダ付けをやり直してみようと思って、まあ端子がこう3つあって、でその端子3つ分のこうハンダを全部一回取っちゃって、で新たにハンダをこう付けたところですね。音がちゃんと出るようになりました。はい、ガリも、まあ、完全には取れてないんですけど、まあ、ほぼほぼ全部取れたような感じですね。はい、じゃあちょっと音を鳴らしてみましょうか。はい、これでじゃあプレート、まあ見て分かる通りこれ、まあ電池で駆動してます。はい、はい、どんどん音量上げていっても、ちょっと待って、さっきまでは綺麗になってたんですけどもね、あれ、うん、8から上に上げると、やっぱりこういうノイズが入っちゃうんですね。まあでも普段聞く音量はまあ8くらいでこれちょうどいいんですね。はい、まあ、近くで聞いてる分にはもっと小さくしてもまあいいと思うんですけど、まあ、あんま音を大きくしちゃうと、まあ、さっきのノイズが出ちゃうんですね。ハンダし直した時は全然問題なかったんですけど、うん、ちょっと、うん、まだ完全ではないですけど、まあ一応音は、ちゃんと鳴るようになりました。はい、で、でまあその後、まあ外観は一応きれいにクリーニングをして、まあ分解したついでにこのケースも水で丸洗いして、であれですね、このハンドルのところの黒メッキも一応きれいに磨いてですね、これキラーンと来てますけど、まあそれなりにきれいにはなったんですけど、あとはこの扉のところの、この縁取りですね、
分かりますかね、銀色で一応ダイソーで買ったペイントマーカーの銀色で、縁取りをしてます。でこの蓋の上のところに、はい、タイムっていう、 こうロゴが入ってるんですけど、多分これ、まあ、ブランドネームか相性なのかなんですけど、このタイムっていうところはちょっとあのこのペンのペン先ではちょっと太すぎて塗れないんで、後でまあ筆塗りして、ね、このロゴは塗りたいと思います。で、このスピーカーグリルなんですけど、まあ、ちょっと光に当ててみると、まあ、ところどころへこんでるのがわかると思うんですけど、特にこの左の上あたりにあったへこみのところは完全にこのスピーカーの、塗装が剥げちゃってたんで、それも含めてここは一応黒の艶消しで、塗装をほどほど施しました、はい。で、あとはまあこのオレンジのケースなんですけど、まあ、ある程度洗っては見たもののやっぱり落ちないところもあって、まだちょっとなんか薄い汚れた感じですね。まあ、色はちょっとオレンジなんで分かんなかったんですけど、やっぱりあのタバコのヤニでちょっと汚れてたのがあって、まあ、それは落としたんですけど、まだちょっと汚れが残ってます。でこの操作部分ですね、この鍵盤上のスイッチなんですけど、まあやっぱりペンキかなんかこう飛び散ってんだと思うんですけど、一応これ汚れ落としてみたんですけど、完全にはまだ落ちてないんで、これはまあ後々ちょっとまあサンドペーパーかけるしかないかなと思うんですね。これいろいろちょっとまあ落とそうと思ってやってみたんですけど、なかなか落ちないんで、これはあの一回サンドペーパーでちょっと落として、まあ、あとはコンパウンドの中でこう磨いて綺麗にしたいと思います。はい、というわけで、まあ、一応、こちら復活できました。はい、というわけで、まあ、最近あのカセットデッキの修理ばっかりなんですけど、またつい最近ですね、ジャンクのカセットデッキを1台買いまして、まあ近々修理をする予定です。またですね、久しぶりにドーンとでっかい、大物のネタが仕入れることができましたので、まあそれも近いうちに修理動画を出したいと思います。まあ、ネタばっかり仕入れてなかなかこう修理動画が上がっていかないんですけれども、まあ、最近ちょっと体調崩したっていうのもあって、またつまずいてしまったんですけど、まあ、6月以降ですね、まあ、じゃんじゃん、修理動画の方を作っていきたいなと思っています。はい。というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければ、グッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストから、よろしければ、他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。